こんにちは、菅野です。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、防災っていうのがね、この頃よくテレビとかマスコミでも言われてますね。実際なんか、ね、地震起きるんじゃないかなということで、みんな、保険に入りなさいよみたいな、そんなコマーシャルも出てたりするんですけども、実はね、この手ぬぐいがね、こういった時のその防災に役立つっていう話なんですね。これはまあ本染めではなくプリントの手ぬぐいなんですが、非常にプリント面も少ないので風合いが本染めに似てるんですね。ですから本染めと同じような扱いできるような、手ぬぐい、綺麗なねデザインで作られてますけども、実はこれをですね、リュックサックの中とかにね1枚2枚入れておくというですね。でタオルとかはね必ず皆さん、入れてられると思うんですが、手ぬぐいもね非常に役立つんですね。実を言うとすごく吸水性がよくって、すぐ乾くんです。タオルよりも乾きます。でまずそれが第一っていうことで、それともう一つがやっぱり怪我した時の包帯代わりになるんですね。こう縦に裂いていくんですね。ピッとこう切って裂いていくと、このその裂いたその同じ等間隔でずっと平行に切れていくんです、手ぬぐいはね。ですから包帯にも使えたりしますし、やっぱりね怪我した時なんかはすぐこれで脱ぐっていうことが、ね、あといろんな、ね、うまいことその治療にもつながるということがありますので、ぜひねこの手ぬぐいっていうのをね1枚あるいは2枚入れておいてほしいんですね。自分も当然入れてますけども、多分すごく役立つと思います、ね。防災のグッズとして見直してみてください。よろしくお願いいたします。